困りました。すごい音がしましたけど、大丈夫ですか？どこ怪我した？今すぐ救急車呼ぶから、動かないで待ってろ。何言ってんだ？こんなに血が出てんだろ。なんだよ、いらねえんだよ。ねえよ。わかってる。耐えろ。部屋が汚い。週に一度ハウスキーパーを入れてるからそこまでじゃないと思う。お疲れ様です。夜は一人で出歩かない方がいいですよ。家まで持っています。仕事はどうですか？慣れてきましたか？無理のしすぎは禁物ですよ。そういえば青山さん、意外と食べることがうるさいですよね。部屋が汚い。週に一度ハウスキーパーを入れてる。あなたって本当に可愛いですね。お疲れ様です。夜は一人で出歩かない方がいいですよ。